はい。えー、ミサーのカノイロ、ナルト株大学、本日も始めていきます。今、撮影しているのがですね、11月27日の6時19分ですね、18時19分に、は撮影をしております。このチャンネルはですね、株式投資で勝率を上げていく考え方やチャートの読み解く方をお伝えするテクニカル専門のチャンネルとなっております。ほう、毎日衛星、日経平均の解説は、銘柄解説をしておりますので、ぜひ参考にしてみてください。で、僕のやり方というのは基本的にね、1日10分の登場となっております。そのあたりの考え方はですね、メルマガぜひ登録してください。ちなみに、メルマが概要欄にあります。 ということでですね、じゃあ早速やっていこうと思うんですけれども、まあ本日日経平均ですね、まあ特に、あの、なんか特に何も解説することなく、まあ全然上昇傾向ですよっていうので、で、先日の動画で、まあ5日手にとりあえずぶつかって陰線が、まあ出たら、まあ警戒するみたいな感じだったんですけれども、まあ全然そんな気配、あの1ミリもないので、まあ当然残りながら、今回相場からみたいな感じで見ていければ全然いいかなというふうに思います。 で前回見たとき、ニューヨークダウンも全然買い相場だったので、まあ当分買い相場になっていくんじゃないかなと。なので、相場転換のところで見ていくんだったら、まず5日線こうやってビュインと伸びているので、まあこんな陰線がね、バッと出て、ぶつかるよう,にような時があったら、ちょっと考えた方がいいかなぐらいな感じですかね。まああの、なんていうんですかね、まあ4年前の大統領選の後もそうだったんですけど、こうやっていきなりビューンって伸びて、結構1ヶ月ぐらい伸びたんですよ。なので、12月入る、入ったあたりぐらいまでは、まあなんとか。 続いていくんじゃないかなということで。まあ、その後はちょっとわかんないですけどね。まあ、そんな感じで見ていければいいんじゃないかなと思います。ちなみに、ニューヨークダウはと言いますと、えー、っと、まあ、こんな感じで。はい、えー、っと、まあ、今ちょうど3万、3万ぐらいのところにありますね。で、えー、ちょっとも、まあ、でもニューヨークダウはなんかもみそうだな、もむかもしれないですね。一応なんか5日線20日線右上向いてるんですけれども、まあ、今日終わりでどうなるかっていうところで、まあ、3万。 ぐらいいののところにこういるので、まあ、もしね、これちょっと陰線出るようだったらちょっと微妙ですけど、これ陽線でまた上がっていくんだったらね、まあ全然いいんじゃないかなというような感じの、まあちょっとこれは何とも言えないです。もしかしたら下落するかもってね、感じに見れるかなみたいなところです。はい、ということでですね、まあ本日もまたね、いろいろな質問を今回もいただいてますので、ちょっとそれに対して、えー、細かくね、回答していければいいかなというふうに思います。 はい。ということでですね。まあ、11月25日に上げたのが最後だったので、まあ、こちらの方ね、ちょっと回答していこうかなというふうに思います。えーと、ちょっと拡大しますね。はい。ということで、じゃあ、初っぱな行きましょうか。えーと、質問、その1。えー、翔平さん、えー、自分が保有している銘柄でないもの、でないものがいいチャートだった場合、保有銘柄を理覚してより利幅があるそうな銘柄に加えることはありますかいや、ないです。さすがにそれはないかな。 なんか、もちろん見つかったときはあるんですけど、あの、そのとき、なんそういう銘柄のために資金,資金管理しておくっていうのがすごい大事なんじゃないですかな、ね。まあ、これは基本ないですね。僕はこれは一回もやったことありません。えー、あくまで保有すると決めた結果になるまで、浮気せずに我慢するののねルールを決めたりしていますかああ難しいな、これ。別になんか、一回見たら、一回エントリーしたら、その銘柄、 が、まあ、なんていうかね、自分の思うような感じになってくるまではずっと保有するみたいな感じになるので、まあ別に浮気とかしたりはしないかな別に我慢するなどのルールっていうか、他のところを見なければ、まあ基本そうなるので。まあそんなような感じですね。はい、じゃあ、次行きましょうか。これなんか、もう一個質問があるんでしょうね。えこれか。じゃあ、行きましょう。えこれだ。えーと、山本さんの質問ですね。はい、これ。えー、4151。今日は、 今日はキリンえー、本日26日に買いでエントリーしましたと。えー、じゃあ見てみましょうか。えー、っと、買いでエントリー。ちょっと待ってくださいね。えー、っと、じゃん。だ本だ26日に買いでエントリー。だ昨日ですね。昨日買いでエントリー。あーまあまあ、まあまあ、別にいいんじゃないですか。確かに確かに。あの、上がる、上がるか上がらないかだったら全然上がりそうな。まあ、とりあえず多分ここで買って、 で、えー、まあ、高値切り下げてるところぐらいですかね、なんか気になるのは。なので、なんかちょっといろいろ落書きがあるので、これを消していくと、うんと、まあ、前回高値がこうき、まあ、こっちに結んでもいいし、こう結んでもいいんですけど、まあ、切り下げているところですと、なので、まあ、上がっていきながら、あと、まあ、なんだろう月曜、火曜,曜とかにね、あの、なんか一旦ね、手芝居していくような感じだったら全然いいのかなと。まあ、なんかちょっと、どっちで引こうかすごい悩んだんですけど、一応こんな感じで引けていけるので、 うん、まあ、そうですね。まあ、ここに、2900円を超えたあたりで、まあ、こんな感じだったら一旦手締まいしてもいいんじゃないかな、というような感じです。ちょっと、これ、この線あんま自信ないんであれですけど、まあ、一旦でも上がってるんだったら決算すれば、まあ、あの、二日、あの、二日三日ぐらいのいいトレードにはなるんじゃないかな、というようなところです。それすごい綺麗な感じだと思います。はい、じゃあ次行きましょうか。えーっと、 かずきさん、えー、3097の物語コーポレーションがおしめを作りそうですと。まあ狙っていこうと思うんですけど、まあ昨日の質問なんで多分、まあ今日か、そのあたりがいないんですど、ど、どんな銘柄だろう全然、全然わかんない。ああなるほどですね。まあまあまあ、良さ、良いのではないかなと。バーって上がって、上がって下落して、まあ確かにおしめ作ってますよね。で、ずっと、まあ上がり続けてみたいな感じではあるので、 ええと、そうですね。ただ、どうなんだろう、これ。なんか、出来だ、そうですなんか、出来高がちょっと少なめに見えたから、とか少なめに見えたというか、少ないんですよね、実際に。まあ、10万いってないとかなので、うん、まあ、そのあたりがちょっと懸念事項かなと。まあまあ、でも、あれかな。まあ、形としてはすごい綺麗ですよね。綺麗、綺麗な感じがしました。まあ、まあでもあれか。まあ、結構割高な銘柄なんで、あんまり出来高なくても気にしなくていいかもしれないです。 うん、まあでも、あの、もし、月曜日にね、なんかでっかい陽線とかが出ない限り、なんかいい感じにはならないんですけど、まあ陽線とか出たらすごいいいね、形になっていくんじゃないかなと思います。じゃあ次行きましょうか。えー、っと、矢野さん、えー、僕のチャンネルを最近見て拝見してると。えー、今回の動画と全く関係ないんですけど、移動平均線での分析で20日線を使う理由が知りたいです。と。これ、あれですよ、あのー、なんだっけ。まあな結構お話ししてるんですけれども、あだからもともと、 あの、なんだっけ、相場、株式市場が開いてたのって、まあ昭和の時代まで、昭和の後期ですよね、60年ぐらいまでって、要は土曜日も開いてたんですよ。で、そっから土曜日なくなって、要は週休2日みたいになっていって、で考え方としてはなんで20日線なんですかっていうのが、えっ、ー、と、シンプルに、えっ、ー、と、 ご、ご20なわけですよ。えっ、ー、と、平日5日間かける4で20。で、それに対して、えっ、ー、と、間、なんか、三十31日までとかだったら、まあ3日間あるけど、それに対して祝日もあるよね、みたいな感じになるんで、まあ結果、平均ならすと20日間ぐらいっていうのが、おそらく、おそらくっていうか、あのー、今の平成の時代からにかけては、絶対20日戦なんですよで。なんで証券会社のやつが25日とかで初っ端な設定されてるかって言ったら、昔があれは収録だったわけですよね。 収録で、要は24日プラス、あの、なんか、なんていう24だと多分切り悪いという感じだったんじゃないですか。で、それで、プラス要は30日とか31日とかあった場合だったら、あの、なんていうんですかね。まあ、25ぐらいが、ね、ちょうど平均値、1ヶ月の平均値なんじゃないですか、みたいなノリだと思うんで、今間違いなく25ではないです。25ってだって何の、1ヶ月の平均には絶対なんないので、だったら20日、二十日の方がおそらく、あの、20には近づいてくるんじゃないかなっていう理由ですね。だそういう理由で20日線にしている。 いうような感じです。名残もそういうふうにあるよっていうだけの話ですよね。はい。じゃあ次行きましょうか。えアニーさん、えー、4 6 3えー、新月科学ですけれどもと、と20日線は向きで一旦20日線に支えられての行戦エントリーしようと思ったんですけど、5日戦ようなら一旦離核しようと思っているんですけど、いかがでしょうかってやつですね。えーっと、ちょっと見ていきましょうか。さあさあ、えーっと、24日にエントリー。24日にエントリーをして、 うーんと、24ってどれこれああ、まあ、前回高値を超えたっていう理由だったら全然ね、まあまあ、ありよりのありですよね。で、今伸びていってます。まあまあ、別に今日手じまいでもいいですね。ちょうど、あの、17000のところで、あの、上ひげいて弾かれてるんで、別に今日手じまいでもいいし、次陰線出る感じで手じまいでも全然いいんじゃないかなと。いや、むしろ、こんだけ取れてれば、もう、万々歳というかね、まあ、特に言うことはないんじゃないかなと。いうような感じです。はい。 えっと、そうね。5日戦、割る、割るまで待たなくていいと思いますよ。あんだけ取れてるんだったら、まあ、次あたりに一旦、月曜とかに僕だったら切っちゃいます。てか今日切っちゃうと思います、多分。はい。じゃあ次行きましょうか。えー、パイロットさん。えー、キャノンを買いましたと。えーっと、キャノン買って20日に買いました。三角持ち合いと思い、そのまま保有してるんです今後上昇か下落かどちらに動く可能性があるでしょうか。いや、それはわかんないんだよな、実際。まあ、見てみましょうか。わ <laughs> かんないっていうかね、それは、 あの、それが分かったら誰も苦労しないんですよ。うん。まあ多分、三角持ち合いっていうのはおそらくここね、加減と、まあこの辺をやったみたいな感じで。いやー、これなんとも言えないかな。別に5日線まだ、まあ微妙に右上っていうので、まあ回遊性ですけど、うん、下に切り上げてるから回遊性ぐらいな感じですかね。別に、そもそも20、なんか24日とかに買ったみたいな感じだったと思うんですけど、なんか、と、特にこの銘柄を買うあれは、 なかった気がする。いつ買ったって言ってましたっけ ?20 日か。20日。20日買うタイミングだったかな ?20 日。これいやー、まだ買わないかなシンプルに。これは買わない。シンプルに。うん。買わない。買わないっていうのが一番で、別に上がるか下がるか正直わかりません。ただわかんないけれども、うんまあ、まあ、ビビ、ビビたる感じで上がりそうかなぐらいな感じで。ま、うん、あ、そうね。なんか上がりそうかなぐらいな感じで、うん。なんか別に上がんなくても全然おかしくないよな、みたいな感じですね。 はい。なんで、これは、まあ、そもそもの、なんだろうな、まあ、僕が、まあ、やっている見立てで言うならば、もうこまあ、これは買わないっていう感じですね。なんで、ここのタイミングで買うのはちょっと微妙かな、みたいな。なんで、まあ、質問であった、今後上昇か下落かっていうのは、めちゃくちゃわかりづらいので、まあ、ビビ、なんていうんですかね、あの、買い、ちょっとだけ優勢ぐらいな感じなです。別に下がっても全然おかしくないです。 じゃあ次行きましょうか。えー、もう一個質問ですね。えーと、朝日火星が、えーと、11月24の前回高値を超えたためエントリーしましたが、翌日陰性が出ました。今後上昇の可能性があると思うので、ホールドしますが、私が持っているような上昇はあるのでしょうかで、どこまで行くんですかまあ、どこまで行くんですかどうかっていうのは、前回高値を見るのが結構シンプルで、うん、なんですけれども、まあ、とりあえず見てみましょう。えーと、朝日火星、朝日火星、 20 24に買いましたっていうので、で、まあ戻してるわけですね。確かに、まあノウハウ的には別に、なんだ、前回高値こうしたから別にっていうのは全然ね、あのー、悪くはないですけれどもん、まあでも確かに前回高値を根拠に買った場合、う 難しいですよね、うんこれ。これらが難しいんですよあの。何が難しいかっていうと、5日線、20日線結構離れた状態で、でそもそも5日線とロウソク足が結構あの離れた状況なんですよね。こういう感じで。で、この状況でエントリーするのは別にノウハウ的には間違ってないんですけど、実際僕ってそんな好んでないんですよ、このエントリー。で、なんでかっていうと、 こういうふうにちょっと難しくなった時に、じゃあいつ損切りするんですかっていうのがちょっと迷うんですよね、やっぱね。で、現に今日は十字線だし、うんと、まあ前日陽線だし、まあ、こんな陰線で手仕まいするんだったら最初からここで入れるなみたいな話になるから結構悩むんですよね。う なので、例えばなんですけど、これはもう戦略の状況です。どこまで上がっていくかははっきりしてか分かりません,、うん。分かんないですで。分かんないけれども、チャートの状況がどうなったらっていうのは予想しといた方が良くて、例えば僕はここでエントリーするんだったら、とりあえず5日戦終わった陰線が出たら手締まいしようかなっていうふうに考えます、うん。なんで、あんまりそれぐらいしか考えない気がするな。あとは、なんだろう、そこね、そこねっていうか、うん、どうなんですかね。なんか。 まあ、なんだろ、ギャップアップしてる要線ぐらいで、ギャップアップしてる要線、なおかつ前回高値を超えましたぐらいしか、これってエントリーチャンスがない、エントリーの根拠がないんですよ。だから根拠がないから、まあ、ちょっとこれも、ちょっとだからそういう意味では入れづらい。まあ、だから前回高値を超えましたぐらいな感じではあるんですけど、その先ほどもお伝えした通り、もし自分ね、こうやってガガって上がってくれればいいんだけれども、上がってくれなかった時に、じゃあどうするかっていうので、結構悩む形なんですよ。なので僕はそういう意味では入れません。で、結局買いに入れても、 なんか今日微妙なんで、例えば5日線割った陰線が出たら、まあ一旦手じまいかな、ぐらいな感じですね。まあ上がる、まあこうやってもんだ場合って別に上がることも全然あるんですけどうん、まあちょっとあんまり、これも根拠ないですよね、もうね。もはや。あの、要は結局、なんか上がるかなと思ったら、結局、この時までやっぱ相場の期待が高かったんですよ。相場の期待が高かったのに結局陰線で下がってるってことは、まあ売り勢がちょっと優勢になってきたからみたいな感じですね。まあなんとも言えないですけど、まあむ、難しいラインですよね。うん、なので、 ま、このトレードがうまくいこうかうまくいかないか、ま、どっちでもいいとして、これもどっちもいいですよ。だって結果わかんないんで。ただ、その、こういう場合のエントリータイミングっていうのはかなり見直された方がいいんじゃないかなというところです。多分この質問をからするに、なんか、なんだろう。多分エントリーした時点で、多分決めてないんですよね。多分どうなったらみたいな。だからそうすると結構テクニカル的な、あの、感じだと、期待値全然取れないと思うので、あんまり僕はお勧めしないですよ、みたいなところですね。なのでエントリーした時点でもう決めておくと。ま、これすごい重要かなと。 じゃあ次行きましょうか。えー、千尋さん。おし目を作ってきた銘柄が増えてきましたが、似たようなチャートの場合、どれにエントリーするかチャート以外の判断はありますか資金が多くないので分散投資は良くないのかなと思います。えー、と、個人的には、えっ、ー、と、出来高とか、えー、定位株は避けるようにはしています。まあそうですね。まあそんな感じでいいかなと思います。まああとは、なんだろう、定位株、 ま、分散っていう考え方は、ま、別にあれですけど、あの、気になるやつがあったら全部入れればいいんじゃないかな。まあ、ちょ、あの、管理がめんどくさいですけどね。まあ、そういうのも全然ありなんじゃないかなと思います。じゃあ次行きましょうか。マッピーサッピーさん、えー。東急建設をエントリーしましたと。11月20日ですね。理由はそこね、固めてからの1回目でしたと。で、20日前はちょっと離れてるのが懸念でしたが。まあ、どうでしたかみたいな感じです、ね。東急建設の11月20日。ちょっと見てみましょうか。はい。えー、と、じゃじゃん。1720。 ええと、あ,あ、なるほど。え、かつかってこれあまあまあまあ別に。エントリー自体は別に悪くはないんですけどね。なんか、ちょっと一旦これ、この、なんだろ、26日に一旦パッて下がっちゃってるから、ちょっとそれが微妙なんですよね。うんなん、まあ、なんだろ、ここでエントリーは、なんていうんだろうな。まあ、打ちやす、まあそうなんですよ。本当は、 本当はって言い方変ですけれども、これ下落してきて、20日線にこう支えられたいんですよね。だこれ、ちょっと中途半端なんですよね。陽線が出たのが。だ20日線に支えられて、こういうような上昇の仕方をしてくれると、結構、なんだろう。要は一旦下落して、えっ、ー、と、レンジからの一旦上昇を支えられた上昇って、こういうのは取ってきやすいんで。 ただこれは別に20日線に支えられてるわけじゃないから、ちょっと何とも言えないかなって。だからうーんと、形的には全然悪くないんだけれども、まあもっと言うなら僕は20日線を結構重視するんで、20日線に支えられてくれると結構いいかなと。そう考えるとちょっと20日線と離れてるから嫌だよね、ぐらいな感じですね。はい。で、って考えると多分、えっ、ー、と、ここでエントリーしてたら、多分ここで切っちゃいます。もうシンプルに。これは無理だな、みたいな感じになるのでうーん、なので、まあここまで保有してないぐらいな。 まあ、ここで入れたのは55点ぐらい。別に悪くはないんですけど、できれば20日線に支えられた方がいいんじゃないかな、というような感じですね。はい。という感じです。なんで、まあ、悪くはないけど、もっと絶対いいのがあったっていう感じですね。はい、じゃあ次行きましょうか。えーっと、おげたろさん、えーっと、4308、4308J ストリームを買いでエントリーしました。20日線に支えられて要請が出て、5日線上向きとなり NG を形成しそうだったと判断した方です。 えー、昨日11月26日に前回高まれまで上昇者のでで比較しました。えー、最近、えー、と、ここで学んだことを忠実に従ってトレードした結果、エントリータイミングとディのタイミングが見えるようになり、だいぶ勝率が上がりました。あ、さすがでございます。はっはっは。じゃあ、まあちょっとやっていきましょうか。あ、昨日買った富士通りなのも一押しです。なるほどですね。まあまあまあ。まあ見ていきましょう、とりあえず。えっ、ー、と、J ストリームは、マザーズ。あー、なるほどですね。マザーズのねまあでも形めっちゃ綺麗ですよね。別に。 うんと出来高も、まあ、ビビ、ビビったらある感じ。入れたのここですかね。24日。日付忘れちゃった。日付忘れちゃった。あ、全然違う。18に買ったんだ。でもね、20、見た感じ24日に買うのが一番ベストな気がする。18っこれか。ここで、ここで試し玉。ここで試し玉入れて、こっちで本エントリー。ここで手じまい。今日手じまい。これがベスト、ボストトレードかなと思います。だから、ここで入れてんのはまず、あの、まずかないけれども、こっちでも入れたいですね。 うん、そうするとかなりいいエントリーになるんじゃないかなで、もう前回高値のとこで陰線が出たから、もうここは一旦手締まいしましょうと。もう完璧なトレードっていう感じですね。まあまあ、ここで入れるのは、僕は旅し打ちだったら入れるかなと。本エントリーこっちですね。まあそんなような感じです。はい。では次行きましょうか。えーと、マッスーさん。えーと、今回の銘柄紹介の中に三住グループですが、5日線と20日線の間に少し距離がある中、ローソクーシが陽線で20日線に触れている状況でエントリーしてもいいかもしれませんねと。ローソクーシが 陽線で20日線に増えている状態でエントリーしてもいいかもしれないですね、とおっしゃってました。このようなチャートでも上昇を狙うことができるのでしょうかそれともこのローソク以外の何かエントリーしてもいいという根拠があったのでしょうか自分が銘柄探ししてるながらいつも躊躇してしまう図なので大切していただけると嬉しいです。えっ、ー、と、密密グループ、これはですね、うんっと、なんだろう。まあ、昨,昨日ってか、やったと思うんで、この辺にあると思うんですけど、ね、三密グループ、 いやでも結構エントリーしやすかったんじゃないかなと思うんですけどね、これね。要は5日線と20日線が離れているとはいえ、別にこれぐらいだったら全然許容範囲ないかなあ別に明確に何センチとか全然ないんですけれども、ま,まずうんとエントリーする際の、要はたまに使うディスクリワードっていう言葉ですね。要はそのエントリーして、損切りの金額等で利益取れるのでどれぐらい見込めるんだろうかみたいなことを考えていく一つの指標。 あいいですよ狙っていく部分で言うならば、た、ま、ぶ、あ、まずこの全開高値までなんですよね。全開高値。で、この全開高値を一気に越していくようなことがあるんだったら、全然保有だし、まあ、この辺でちょっと揉むようなことがあるんだったら、まあ、あのそこはちょっと考えましょうみたいな感じで。で、えっ、ー、と、ここ、まあ、この辺でエントリーするとします。まあ、全然これエントリータイミングで全然いいんですけれども、例えばここでエントリーするときっておそらく金額帯で言うとこの辺なんですね。この辺。で、 えっと、まあ、見てもらっての通り、例えばここでエントリーして、金額で言うと約、えっ、ー、と、前回高い三千3360円とか70円ですね。で、取れる見込みで行くならば、えっ、ー、と、いくらだろう。えっ、ー、と、終わり千3480円とかなんで、まあ、約、えっ、ー、と、これで行くと、あ、うわ、嘘ついた。違う。終わり三が3300か。3340円のこっちが3000、 えっと、480円ですよね。だから約100円ぐらい取れる。100円、まあ、ぐらいは取っていけることが見込まれる。じゃあ、損金ラインってどの辺かって言ったら20日線陰線なので、まあそう考えると、この時点の20日線だと、えー、っと、金額で言うとだ、だいたいこの辺。だから3000、いくらだろう ?250 円ぐらい。 ま、なので、えっと、利益が取れる方がちょっと大きかったりするんですよ、簡単に言うと。なので、そういうことを考えて、別に、ここら辺までのエントリーだったら、この先上がっていくかわかんないですよ、正直。なのこの辺までのエントリーだったら、デ子持って、じゃあ、こっちの上がっていく可能性の方が高いよねっていうところに、別にお金投入してれば、まあまあ、あの、ま、こういうトレードを毎回毎回やってれば、別に、損の、損の幅よりも、利益が出る幅の方がでっかいわけですよね。そういうふうに考えていけると、すごいいいんじゃないかなと。まあ、そんなに迷わないですよ、これは。 ちょっと離れてるとか、別にそんな、そんなことを気に始めたらもうキリがないので、最終的に考えるのは、エントリー実際した部分と、その、あれ、損失額いくらになるかっていうのを、まあ、計算しとくと。っていうところで、まあ、やれば、まあ、なんか、より、なんていうか、数学的な、あれですよね。なんか、チャートの見方になるんじゃないかなというふうに思います。はい、じゃあ次行きましょうか。えー、っと。 はい、それで最後ですかね、えー、TT さん、銘柄選定お願いします。シン談お願いします。えー、60、6 2チャームケアですが、えー、と上昇から酸素っぽい形になり下落で見ていたら、えー、60にしされていうの W の形に気が変わったので、先週の金曜日に、初日に試しち。先週の金曜日っていつだまあ、い,いや、1週間前に試し打ち。えー、ただ、本エントリーの前で窓開きで伸びてきてしまい、試し打ちのまま、直近の、えー、直近高値に来ていますと。うんと、僕の考察を教えてください。 まあ、これ考察だとちょっとなんとも言えないから、チャートを見てから判断します。えー、606人。チャームキャコーポレーション。20日、二十日の日に入れました。あまあ W のね、W の形になって、W のこの形になって、W の右辺で入れていきました。まあまあまあ。で、これ試し打ちして、まあ多分、この感じだと損切りになるのが、おそらく1100円かな ?1100 円で。で、まあ来ちゃいました、みたいな感じですけど。まあまあ、しょうがないですよね。こうなったらこうなったで。 別にこれエントリーしましたら、ため中止のまんまだけど、前回高値 W なので、一旦切っていいんじゃないかな。まあ、これ切れればちょうどいいんじゃないですか。うん。別にこの前日でもいいですし、正直。というふうにちょ思いました。あんまり僕ここで入れることはないんですけども、まあ、W の形で、ノウハウ通りではありますよね。であとは、あの、もし下がっちゃった時に、まあ、僕、多分、僕だったら1100円で設定するかなとは思うんですけれども、まあ、実際これ、20日線の下に来ちゃった時にどう戦っていくかっていう戦略が自分の中に立っている。 いや、実際本エントリーしなくたって、しなくたってというかの、まあでき、しづらい部分ってのあるんですよ。確かにこれは全然しづらいので、まあ、まあ、してもいいかもしれないですけどね。まあ、しづらいので、まあ、こういうような感じのもエントリーは全然いいんじゃないかなというふうには思います。特に悪いとは思わないです。まあ、一旦切っちゃって、で、また前回高値こうやって腰組のことがあったら、このメーガーで勝負したいんだったら、じゃあもう一回勝負すればいいんじゃないですかっていう感覚ですかね。 はいまあ、そんな風に思っていただければと思います。ということで,です、ね、まあ、本日はこんな感じで取、えー、らせていただきました。まあ、いろんな、ねえー、とコメントとかありますと、なケースバイケースでいろんな話っていうのはやっぱあると思いますので、なんか何かと、ね、なんかあのコメントはぜひ残しておいていただけたらすごいいいかなというふうに思います。ということで,です、ね、本日の動画はこれにて以上になります。ね、よかったなとまたぜひ高評価、チャンネル登録をぜひよろしくお願いします。それではまたありがとうございました。最後までご覧いただきありがとうございます。 チャンネル登録もお願いします。LINE アット、Twitter、Instagram のフォローもお願いします。それではまたお会いしましょう。